こんにちは、エバツたけしです。今回は、分かってくれない相手に、こいつは本当にバカだな、お前は本当に頭が悪いな、とイライラが止まらない、というテーマでお話ししていきたいと思います。私たちは、一つのことに対して、二つの相反する概念を持つことができません。A さんはいい人であり、悪い人である、といった考え方をすることができません。 私たちの頭は A さんはいい人であるか悪い人であるかどちらかに従ります。そして A さんはいい人だと決めればすんなりと頭の中にインプットされます。A さんは悪い人だという一つの状態にしてしまえば抵抗なくその情報を受け入れることができます。私たち人間は一つのものに対して一つの意味をつけたがります。これはこういうものだという一つの解釈をしたら その解釈を覆すような情報を受け付けることができなくなります。例えば、あなたがある動物を見たとき、それを犬だと判断したとします。しかし、あなたの友達の B さんは、それを猫だと主張したとします。この世の中には定義上、犬であり猫である動物はいません。そして、あなたがその動物を犬だと決めたら、それ以外の解釈を認めることはできなくなります。それは B さんにとっても同じことです。 あなたの友達の B さんはそれを猫だと判断したら、それ以外の意見を受け入れることができなくなります。この世の中に犬であり猫でもある動物はいません。そしてあなたはその動物を犬ということにして、それ以外はありえないとすることで、頭の中はすっきりと整理されます。しかし、それは B さんにとっても同じことです。B さんもそれは猫だ。 それ以外はありえないとすることで自分の頭の中の整理を完了させたいと思っています。あなたと B さんは自分の中のそれは犬かもしれないし猫かもしれないという不安定な状態から一刻も早く抜け出したいと思います。それは犬だ、いやそれは猫だという自分の中の矛盾を解消したいと考えます。あなたはそれは絶対に犬ですということにしない限り心が落ち着くことがありません。 B さんも、それはどう考えても猫ですから、と決めたがります。だから、あなたは、それはどう見たって犬に決まってるでしょそれを猫だと思うなんて、バカじゃないのと B さんを攻撃したくなります。B さんも、犬のはずないでしょあなた頭悪いんじゃないのと言いたくなります。これが、争い事が起きる原理です。あなたは、それを犬ということにして、早く楽になりたい。B さんは、 それを猫ということにして、早く安心したい。だから、お互いが自分の正しさを主張します。そして、自分の正しさを主張すると、自動的に相手が間違っていることになります。誰だって自分の素直な感じ方を否定されたくはありません。だから、相手が自分の正しさを主張すればするほど、こちらも自分の正しさを主張することに必死になります。どちらかが正しいということになれば、必然的に、 相手が間違っていることになります。だからお互いが自分の正しさを相手に認めさせる争いは終わることがありません私たちは自分が強く信じていることと違う意見を言われるとカチンとくるようにできていますあなたが日本人はいい人ばかりだと思っていたのに誰かに日本人は悪い人ばかりだと言われたらカチンときますこの場合のカチンとくるというのは 自分と相手の意見には整合性がないですよ。自分と相手の考えは矛盾していますよ。と知らせてくれるサインです。私たちは2つの矛盾する概念を自分の中に置いておくことができません。だから自然と日本人はいい人ばかりなのか、悪い人ばかりなのかの決着をつけたがります。しかし、どちらかの正しさが認められれば相手が間違っていることになってしまいます。だから日本人はいい人ばかりなのか、 悪い人ばかりなのかという議論が終わることはありません。お互いが自分の間違いを認めたくないので、言い,い争いは永遠に平行線をたどることになります。なので、自分が正しいと相手に認めさせることに時間とエネルギーを使うのは得策ではありません。大切なのは自分が絶対正しいにこだわるのではなく、 自分の中の矛盾を解消するためにはどうすればいいかと考えることです。相手に自分の正しさを認めさせなくても、頭の中の整理ができれば、自分が苦しむこともなくなります。自分の意見と相手の意見をうまく融合して、自分の中に取り込んでしまえばいいだけです。例えば、それは犬だ、それは猫だ、と意見が割れたとき、少なくても二人の間では、それは動物である、 という共通認識があります。だから、私たちはそれが動物だという同じ意見を持っているとしておけば整合性が取れます。また、世の中には、私が犬だと思ったものを猫だと思う人がいるという解釈のスペースを作ることで頭の中が整理されます。日本人はいい人ばかりだという表現には、中には悪い人もいるという意味も含んでいます。日本人は悪い人ばかりだという主張には、 全員が悪い人というわけではないというニュアンスがあります。だから、二人の間には、日本人にはいい人もいるし、悪い人もいるという共通認識があると考えれば、整合性が取れます。また、すべての人間は違う存在なので、日本人をいい人ばかりだと思う人もいれば、悪い人ばかりだと思う人がいるのは当たり前という新たな解釈の部屋を作ることで、そこに相反する情報をうまく収納することができます。 私たちは自分と違う意見を聞くと、カチンと来るようにできています。それは、生理的反応なので、なくすことができません。カチンと来たとき、自分の正しさを認めさせて、スッキリとしようと考えることで、イライラボードに突入することになります。どれだけ、あなたが自分の正しさを主張しても、相手は自分が正しいと思い続けます。だから、あなたが自分の正しさを証明しようと必死になればなるほど、 なんであいつはわかってくれないんだあいつは頭が悪いんじゃないかあいつはどこがおかしいんじゃないかとイライラするようになります。人間はそれぞれ違う存在です。だから、あなたと全く同じ感じ方をして、同じ考え方をする人がいるはずがありません。他人と意見が対立するのは当たり前ということです。なので、人間関係でイライラしたくないのであれば、どちらかが正しくて、どちらかが間違っている。 という二元論的な考え方を手放す必要があります。そして、私たちは、ここまでの部分では合意しているという共通認識を見つけることが重要です。また、どうしても相手との妥協点が見つからなければ、人はそれぞれ違うから、自分と全く違う感じ方や考え方をする人がいるのは当たり前という解釈のスペースを頭の中に作り、そこに相手の意見を置いておきましょう。 俺と違う意見を言い上がって、こいつはけしからんとなるのではなく、私はこう思うけど、あなたはそう思うんですね、と受け入れましょう。そうすれば、カチンときた自分がイライラモードに突入することがなくなるはずです。今回もご視聴していただきありがとうございます。もし、このチャンネルが役に立つと思ったら、いろいろな人に勧めてもらえると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。 では素敵な一日を送っていきましょう。